ジムネイバースは、アメリカ合衆国の俳優、歌手、コメディアン。アラバマ州、白子が生まれ、アラバマ大学を卒業。1960年代の人気シットコム、メイベリー110番と、そのスピンオフ、マイペースに投兵で、温厚かつ無邪気なキャラクターのコーマーパイル役を務め、国内外の視聴者に広く知られる。両番組では間抜けな振る舞いと神高い声色が、 特徴的な役どころだったが、後にカッコとしたバリトンの歌声を披露したことで、多くの人々を驚かせ、やがて人気歌手へと歩みを変えた。これまでに歌手として28枚のアルバムと多数のシングルをリリースし、うち1枚がプラチナディスク、5枚がゴールドディスクという売り上げを記録している。テレビにおいては、シットコムやドラマ出演のみならず、 1960年代から1970年代にかけて放送されたキャロル・バーネット賞、マペット賞、セサミストリートといったバラエティ番組にも数多く出演した。中でもキャロル・バーネット賞のキャロル・バーネットは番組の新シーズンが始まるたびに初回ゲストとしてネイバースを招きネイバースを幸運のお守りのように見なしていた。映画への出演もこなしているがそのほとんどは 俳優バトレーノルズによるところが大きい。レーノルズ主演のテキサス一の赤いバラ、ストローカーエース、キャノンボールにといった1980年代の映画に出演している。1972年から2014年にかけての43年間、アメリカで最も偉大なレースであるインディ500のスタートコマンド前にバックホームアゲイン・インディアナを歌っていたことでも有名である。 彼の引退後は、毎年様々な歌手によってこの伝統は受け継がれている。2017年11月30日、ハーイ州ホノルルの自宅で87年の生涯に幕を下ろした。ありがとうございます。